はい、ゾログです。今日は4月の23かな2かな、金曜日です。とりあえず、はい、超疲れてます昨日切り株のラスボスの激闘があったからね。はい、でこれは激闘の後です。まあ今ね、このプラント42たちは硫酸弾という名のサンポールで今枯らせてる最中ですね。でもうちょいあれ木の皮剥いで穴開けてそこにバーって流し込もうと思います。でこの後今日ね、さっき朝一イオン行ってきて、アリですね、アリが来ちゃうのが嫌なので、アリが来ないようにちゃんとアリよけの粒材っていうの、流材っていうのを買ってきました。で今日の作業内容はまあこやつらを使うんですが、まあ主にこいつですね。でこれが激闘の跡ですね。はい、でまあ一応これ昨日のこの切り株のところの地面のレベルがですね、まあこここのコンクリの基礎のところまでと同じにはレベルをしたいん であとはこれまあ、こう、たま、これアペマンで撮ってんだけど、アペマンじゃ分かんないと思うんだけど、これ左の方がすごい高いんだよね。あそこに通風口があるんだけど、通風口とここ基礎がね埋まるくらいすごい土がなんか盛られてるんよね。あそこはしかも芝があってさ、石の裏ね。だからそれがねすごいバランス悪いなと思うんで、まあ一応ここを埋めるのと、まあ大体ここ対して縦列駐車でだいたい窓の前かな、それかそれがダメだったらこの書斎の窓のところに縦でこうやって入れるようにしたいんよね。でそしたらあそこら辺ウッドデッキかなんかにして物干しとかバーベキュースペースにしてもいいかなって思ってるんで、まあそういうスペースにするためにはちょっとまだ地面がデコボコなのと高いんだよね、左側なんで。そこをえっちらおっちら鳴らしていきます。でこれが鳴らしてここにコンクリート落とせるっていう風になれば、このブロック塀を完璧にぶち壊して、今度は駐車場の砂利を持っていく、砂利ですね、まあ、この畳の下がすごいもうえぐれちゃってるんで、それをフラットにして、外回りをどん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 こう作っていこうというような感じです。
よっしゃー、まあ、だいたい小1時間半ぐらいかな。まあ、だいたいここまでまっすぐにはなったかな。で、こっちの方がちょっと下が土じゃなくて、あのめんどくせえから、あの枝とかをあのぶち込んじゃったんですよね。だから雨とか降ったら多少沈んでくるのかなって感じ。はい、まあ、大体ここをウッドテラスとかにして、ウッドテラスとかにして、まあ、物干し、洗濯物干したいよね、ここ日当たりいいから。であとはここカーポートっていうか単管で雨漏りの水がね落ちてこないようにはしたいよね。雨漏りじゃねえや、あの雨どいがなんか多分前の人がつけたんだろうけど、全部ねもげてるんだよね、雨どいが。こんな感じで多分ね、雪が乗っかって冬場はどうしても雨どいもげるから、それはトタンの屋根とかを作ってそれでやり過ごそうかなっていう感じです。まあ、あとここら辺ピンコロ敷いたり、あとは下砂利だね。砂利は、まあ、砂利の元ならいっぱいあるということで、であとはどこまでを、とりあえずここ、こいつをどこまで発るかなんだ。まあ、だいたい今あの車をこの石が置いてあるところとこのブロック塀をぶち抜いてこう縦に入れるのか、それともブロック塀もうちょいぶち抜いてぶち抜いて、まあ多分これを発るのめんどくさいからこれは残したまんまで、ここぐらいまでブロック塀ぶっ壊して、まあこっからこう縦列で入れていくのか、ちょっとね、なんだけど理想はなんかな、でね、雨戸をあれつけたいからちょっとね車が入るのきついんだわ。はい、ということで、まあ大体ここはそこそここれぐらいにして、じゃあ次はここかな。ここもなんかねすごい土盛られてて多いから、であと庭石ここはぶっかいて出さないといけないんだよね。ここもちょっとなんかウッドデッキ2箇所作りたいから、まあ単純に作りたいから作るだけなんだけど、ウッドデッキ作る練習みたいなので、あとねここ水たまるから、ここもちょっと砂利敷こうかなって思います。なんかね高い、なんかね水たまっちゃうんだよね、ここくぼ地になっていくから。そうするとこの玄関の前まで砂利が、砂利っていうか水来ちゃうから、ちょっとそれだけ直そうかなっていう感じです。